っさり唐揚げはいかがでしょうか。ケバブの40種類のスパイシー入って美味しいお肉。はい、ありがとうございます。はい、またお願いします。ありがとうございます。お店は朝9時から朝9時から18時ぐらいまでかなって感じ。たまね18時30分とか19時、週末ちょっと伸ばしてるんで。休みの日は休みはなしなし。今から美味しいお肉作りましょう。そうやって違う肉つけるね。あ、オッケーオッケー。これ冷凍してまた一回切って。ケバブの40種類のスパイシー入って美味しいお肉。血休ましてる。鶏肉。鶏。Thank you.
して、あとつけるじゃん。あ、これまた冷蔵庫で休ませる。休ませて、形が綺麗になって、あとつける。あ、また。どっさり唐揚げはいかがでしょうか。辛くない方がいい。はい。普通からそんな好きがあるんですか。そうです。ノーマルでいく。はい。どこまで行くんですか今日は。クレ。広い前のクレ。クレまで。これまで元気で汚れたのか、よっしゃくらわないですね。はい、ありがとうございます。はい、またお願いします。ロールのもね、ちょっとビーフ入ってるけどね。ロールとミックス一番出る。うーん、あ、さっきの生地が全然ちょっと下パネにはなったんでやってね。うちの牛肉も結構美味しい。味付けがね、柔らかくて美味しい。Thank you.
プリン入ります。ピリ辛でした。はい、ボリューム満点です。ちょっと大盛りしたから箸もつけてくるわ。ありがとうございます。はい、皆さん今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。頑張ってますよ皆さん。いや、なんかすごい美味しかったんで、なんかピリ辛さもね調節できて。そうです、ね、甘口、辛口、中辛、おすすめは中辛です。中辛良かった。激辛もできるの？できます。激辛はめちゃくちゃ辛いですよ。この激辛っていうのはなんかトルコの、トルコの唐辛子使ってる。ですありがとうございます。お願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。